ワシントン軍はアメリカ合衆国インディアナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,262人であり、2000年の27,223人から3.8%増加した。軍庁所在地はセーラム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ワシントン軍ケンタッキー州にまたがるルイビル、ジェファーソン軍大都市圏に属している。 1802年にはすでにフレデリック・ロイスという男が現在のセーラムの東にマイルにあるリックと呼ばれる場所でオックス族インディアンの中に住んでいた。おそらく現在のワシントン郡に住んだ最初の白人である。ロイスは狩猟者かつ公益業者であり、塩を製造していた。1803年、トマス・ホッパーがハーディンズバーグ近くに入植した最初のものになった。 ワシントン軍は1814年に設立された。軍名は、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は516.60平方マイルであり、このうち陸地513.72平方マイル、水域は2.87平方マイルで、水域率は0.56%である。 近年、郡庁所在地である、セーラム市の平均気温は1月の下市21度から7月の下市87度まで変化している。過去最低気温は1951年2月に記録された下市32度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された下市105度である。月間降水量は10月の2.87インチから5月の4.86インチまで。 変化している。2012年3月初旬に発生した竜巻により、軍内で5人が死亡した。ワシントン軍政府によれば、4人はオールド北京道路沿いの一つの家屋の中で死んでいるのが見つかった。5人目は同じ家族の生後15ヶ月の幼児だったが、野原で見つかり、後に病院で死んだ。軍政府は憲法による生態であり、 インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって特別の権力を認められている。軍政委員会は軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。委員は軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで所得税や資産税、消費税、サービス税を課する。 限定付き権限があるが、所得税と資産税は、州の承認を要する。行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され、任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が、議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、 軍政府の日々の機能を管理する責任がある。ワシントン軍には二人の判事がいる。巡回裁判所の判事と上級裁判所の判事各一人である。取り扱う訴訟は地元ルールで振り分けられる。各判事の任期は6年間である。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、当機官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。 任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求めら、また、軍の住人でなければならない。ワシントン軍は、アメリカ合衆国会議員インディアナ州第9選挙区に属し、2012年時点では、共和党議員を選出している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ワシントン軍は下記13の軍区に分割されている。軍内には3つの教育学区がある。ありがとうございます。